じゃあ初日ジョニーレース走られます飯田選手です。よろしくお願いします。お願いします。昨年の9年優勝されてますけども、昨年振り返っていただくとどうだったでしょうか。まあ、難しいレースではあったんですけど、なんとか優勝できることが優勝することができてよかったです。このバンクの印象っていうのはどうですか。今練習もされたと思いますけども、まあ、風が吹くときもありますし、まあ、今シーズンは今回最下、雨が降りそうな感じもありますので、まあ、天候をうまく読んで、レースを組み立てることが重要になるのかなと感じています。1ヶ月ほど空いてから青森のナイターでしたけども、前走はどうだったでしょうか。まあ、前走はちょっとこう動くことを主導権を取って動くレースをしたいと思っていたので、まあ、そこはうまくできたのかなと思います。ここまで中7日でしたけども、この7日間というのはどういうふうに過ごされましたでしょうか。久々に地元に福島に帰って、まあ、そこで少しこうゆっくりして、気持ち的にもリフレッシュして挑める状態を作ってきました。その明日なんですけども、新山選手と新太郎選手と一緒になりますけども、番手という形で、新山選手は何回も連携していると思いますけども、どういった選手でしょうか。まあ、見ての通り、主導権を握って、まあ、その主導権を相手に渡したくないっていうようなレースをするので、まあ、そういうレースの組み立てなのかなと思います。新田選手としては明日どういったレースをしたいっていうのはありますか。まずは、追走をしっかりして、まあ自分のできることをしっかりやりたいと思います。わかりました。あとは、別の話、世界戦がありましたけども、まあ、日本勢メダルも金メダルもありましたけども、新田選手から見てどうでしたか。まあ、まず結果はすごく嬉しい、報告がありましたし、まあ、ほとんどの選手が短距離陣に関しては男女ともにほとんどの種目で、まあ、全種目でメダルを取っていて、ほとんどの選手たちがメダルを持って帰ってくるっていう経験ができたのは、まあ、僕たちナショナルチームでやっていた頃目指していたものでしたし、まあ、達成することができなかった目標を、まあ、達成してくれて、まあ、先輩選手からしたらすごく嬉しいですし誇らしいですし、まあ、後輩選手私と一緒に練習する身からしたらすごく刺激があった世界選手権になったと思うので、まあ、今後のもちろん競技もそうですけど、ケリー選手が大半ですので、今後すごい選手たちが、出てくる、もしくは今若手の選手たちがどんどん活躍するっていうのを期待して、ナショナルチームを応援していただけたらなと思います。またそれで刺激をもらって新田選手もこちらの方でまたタイトルを目指してっていう形ですかね。そうですね、まあ、競輪で、結果をもちろん出すことが僕の仕事ですし、まあ、そこが皆ファンの方に求められていることだと思うので、しっかりその期待に応えられるよう、あとは自分の目標を達成できるように頑張るだけです。わかりました。では最後に4日間の意気込みをお願いします。はい、4日間しっかり最終日までいいレースをして優勝できるように頑張ります。応援してください。